ルイの大地に颯爽とヒーロー降り立つの巻。うわ、寒い。でも綺麗な街。ルイは一年中雪に覆われてるですからね。上着を買っておいた方がいいかもです。時間があったらね。まずは情報収集から始めないと。そうですね、やっぱりギルドからですか。いや、今回は最初から教会に行きましょう。ここの教祖は悪い噂聞かないし、多分大丈夫だと思うわ。教会に行くにはこの道をまっすぐ行って。ねえねえ、向こうの方がなんか騒がしいよ。行ってみない？寄り道してる時間なんてないって。ん？あれは。はーい、みんな寄っといで。楽しい楽しい犯罪組織マジコンヌだよ。マジコンヌに入信すればどんなゲームもタダで遊べちゃう。好きなだけゲームし放題だよ。なんでビラ配りなんて惨めな真似しなきゃなんねんだろうな。それもこれもあいつらが邪魔ばっかし腐ってくれたから。私たちのことですか？そうそう、てめえみたいなトロそうなボケ女とクソチビガキンチョと生意気高ビーと時代遅れのヒーローバカ。あら、これでも礼儀正しい方だと思ってるんだけど。クソチビ…そんなにちっちゃいかな。時代遅れなんかじゃないよ。ヒーローはいつでもみんなの憧れなんだからね。うわ、てめえら、こんなとこまで追ってきやがったのか。あんたを追ってきたわけじゃないけど、その布教活動はちょっと見過ごせないわね。また悪いことをして、今日こそ正義の鉄槌を下してやるからね。くそ、さすがに分が悪いか。おい、そこのガキ。動くんじゃねえ、てめえは人質だ。手出せるなら出してみな。そん時はこのガキの首コキッといっちまうぞ。相変わらず汚い真似を。やめてください、その子は関係ないです。うるせえ、犯罪組織が汚ねえのは当然だろうが。んじゃアーバーよ。ヒーローとして見過ごすわけにはいかないよ。ええ、急いで追いかけましょう。ロムちゃん、ロムちゃん、もうどこに行ったのよ。ここで何でしょう。さっさと適当に処分して。待てー、追ってきやがった。その子を離しなさい。そうすれば今回は見逃してあげるわ。
バカ言うな。大事な人質を手放せるかよ。それともてめえら人質を無視して手出すつもりじゃねえだろうな。それはどうするつもりだったの？何も考えず追いかけてきちゃったですね。え？助けて。バーカ！てめえら神聖のバカだな。本当に何も考えなしかよ。確か一匹くらい持ってきてたはず。よし、ほら出てこい。てめえらの相手はそいつだ。いいか、絶対手出すんじゃねえぞ。どうしましょう。これってかなりピンチですよね。そうね、我ながら自分のバカさ加減に呆れるわ。手は出せないですし、一度逃げるしかないですか？ダメだよ。逃げちゃったら人質の子助けられないよ。いいざまだぜ。今日という今日こそてめえらの最後。ロムちゃんを返せー。は？空から声？あー、ロムちゃん大丈夫だった？ロムちゃん、ロムちゃん、女神だと？ロムちゃんを誘拐するなんて絶対許せない。しかも、こんなに泣かせて。ロムちゃんも変身して、こいつ、コテンパンにしちゃおう。勝手に助かったみたいだよ。これがロビンの女神候補生たち。これで遠慮なく手が出せるわね。さっさとやっつけるわよ。あんたはゲーム業界に不要な存在。いいわ、だから今ここで撃つ。本気でいきます。覚悟はできてんだろうな。死ね。貫くは正義、砕くは悪。パワーアップ。ま、私に任せなさい。これはどうかしら。さて、誰からぶっ殺してやるかな。私の番ですね。ワク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 。私の番ですね。ヒーローのターンね。無茶は返金よ。覚悟はできてんだろうな。なんてかです。準備 OK です。まあ、私に任せなさい。任せてください。ゲーム業界の平和は私が守る。アイト、ユウキと、て
正義の力で。ばかりは何も言い返せないわね。あの、あなたたちがルビーの女神候補生なの？うん、ルビーが誇る双子の女神、ラムちゃんロムちゃんとは私たちのことよ。よかった、いきなり会えるなんて。あのね、私も女神候補生なんだよ。お姉ちゃんじゃなくてネプチューヌの妹で。ネプチューヌってことは…プラネチューヌ。そう、それそれ。あなたはプラネチューヌの女神なんだ。うん、それでね、お姉ちゃんたちを助けるために私と…ってことは…私たちの敵ね。だって他の国の女神でしょ。きっとルビーのシェアを横取りしに来たんだわ。そういう女神がいたって本に書いてあった。そんなことしないよ。とにかく話を聞いて。問答無用、覚悟。ちょっと待ってってば。私の番ね。優しくしないとダメですよ。ゲーム業界の平和は私が守る。お気でいきます。なんてたです。準備 OK です。絶対負けない。私だって。私たちの思いは一つ。みんなまとめて相手にしてあげる。こんなものなの？ちょっとだけ聞いたわ。ちょっとだけ聞いたわ。貫くは正義、砕くは悪。こんなものなの？こんなものなの？悪は撃つ。手加減無用、徹底的に打ち負かす。これが私の限界なの。私がいる限りゲーム業界は壊させはしない。泣かした。やっぱり悪いやつだったのね。そんな、だって今のはいきなり攻撃されたから。アッカンペーだ。
絶対やっつけてやるんだからね。行っちゃった。全然話聞いてもらえなかったですね。確かにあれはラスティーションより厄介そうだわ。いろいろあって遅れちゃったけど、ここがルウィーの教会。失礼します。ようこそルウィーの教会へ。あ、はい、女神候補生のネプギアです。今日はどうしてもお願いしたいことがあって。候補生とはいえ、メガに自ら足をお運びになるなんて、よほど私はこの国の教祖で西澤ミナと申します。お話伺わせていただきますわ。なるほど、それでこの国のゲームキャラを。事情は分かりました。それじゃあ。申し訳ありませんが、ご期待には応えられません。どうしてですか？この国のゲームキャラにはある重要な使命を担ってもらっているんです。もし国を離れられたら、大げさではなく、ルウィーが未曾有の危機に陥ることになります。その使命が何なのかは教えてもらえないのかしら？あまり軽々しく話せるものではないんです。ご理解ください。でも悪い奴もゲームキャラのこと狙ってるんだよ。そいつらに見つかったらやられちゃうかもしれないんだよ。どうしても教えてもらえないなら、自力で勝手に探すことになるけど。お止め立てはしません。見つけたとしても皆さんなら無理やり連れていくようなことはしないと信じています。さて、せっかく訪ねていただいたのに、これで追い返すのはあまりに失礼ですね。皆さんはこの国に伝わる犯罪神マジコンヌの伝承についてご存知ですか？犯罪神の伝承？そんなものが残ってるんですか？ルウィーは犯罪神が生まれたとされる国ですから。そもそも皆さんは犯罪神がどういう存在なのかご存知ですか？よく知らないかも。まあ、犯罪組織が蘇らそうとしてるんだから、あいつらにとって都合のいい神様なんじゃないの？いいえ、誰かにとって都合のいい神などではありません。犯罪神は神とは名ばかりの存在。その存在意義はただ全てを破壊し、全ての命を葬り去るためだけにある。とて、実際犯罪神が誕生した際には、このゲーム業界は滅亡の一歩手前まで追い込まれたと言われています。ゲーム業界が滅亡？じゃあなんで犯罪組織はそんなのを復活させようとしてるの？伝承が本当なら犯罪組織も滅びてしまうですよね。本当に復活を企んでいるわけではないという可能性もありますね。組織の旗頭として掲げているだけで。犯罪神の伝承を知っていれば、組織立てて大々的に復活させようとは決して思わないでしょうし。下の連中は伝承も何も知らないで利用されてるだけって可能性もあるんじゃない？だとしたら正気の沙汰とは思えませんね。自ら滅ぶために犯罪神を復活させようというのですから。さて、いかがでしょう。
少しは参考になりましたでしょうか。すべてを破壊するための存在、それが犯罪組織マジコンヌが崇拝する犯罪神マジコンヌ。なんかどっちも同じ名前って分かりづらいね。とりあえずマジコンヌを倒すって覚えとけばいいんじゃない。お、一気に分かりやすくなった。頭いいね。みなちゃん、お腹すいた。おやつ。ほら、はしたないですよ。お客さんが来ているんですから、少し我慢してなさい。お客さん？ああ、さっきの悪い女神。悪い女神が攻めてきた。悪い女神って何を失礼なことを言ってるんですか。あの、実はさっき。まあ、この子たちがそんなことを。大変。あ、いいですよ。そんな思いっきり頭下げなくても。いえ、この子たちの保護者として、教育者として、しっかりと謝らせていただきます。ほら、あなたたちもごめんなさいわ。なんで？悪い女神に謝るなんてやだ。私も、いや。言うことを聞きなさい。ほら、早くごめんなさいって。ほんだ、私たち悪い女神に襲われただけだもん。戦って、負けた、痛かった。ごめんなさい。なさい。今一瞬黒いオーラが見えたですけど。ここの教祖もただものじゃないみたいね。本当にもういいですから。それより、あの、できたらこの子たちにも協力してほしいんですけど。保護者としては素直に頷けません。何分まだ幼い子たちですから。国の外に出すのは早い。もっともこの子たち自身が女神としてそう望むのなら話は別ですが。やだ、敵と一緒なんて。ラムちゃんが嫌なら私も嫌。望み薄ね。まあ、こっちの要件は伝えたんだし、そろそろおいとましましょうか。すみません、何もお力になれず。あ、最後に一つだけ。最近この国は非常に治安が悪くなってるんです。近々大事件が起こるなんて噂まで流れているほどで、ただの噂だとは思いますが、くれぐれもお気をつけてください。はい、それじゃあ失礼しますね。結局肝心なことは何にも聞けなかったね。これからどうしましょうか。私に聞かれてもね。ん？あれは、あー、さっきやっつけたばっかりなのに。また悪いことをしようとしてるんでしょうか。そうかもしれないけど、あいつもきっとゲームキャラを探しにこの国に来てるのにね。そうかもしれませんけど、それがどうかしたんですか。あいつの行動をマークしてればゲームキャラのところまで案内してくれるんじゃないかしら。いつも邪魔ばっかされてるんだし、たまにはこっちが利用してやるってのはどう。そ
くいくでしょうか。まあダメならその時また何か考えましょう。そうだね、おばあちゃん。代わりに持ってあげよっか。いえいえ、そんな見ず知らずの方にご迷惑はかけられませんから。遠慮すんなって。お年寄りは国の宝。さあ、消して。どこまで行くんだい。すみませんね、それじゃあお言葉に甘えて。してますよ。本当だ。あいついいやつだったのかな。まだわかんないわよ。もうしばらく様子を見ましょう。いや、助かりました。最近はどうも体が言うことを聞かなくてね。そりゃいけないね。体は大事にしなきゃ。何事も体が資本だよ。そうだね。ここしばらくは女神様のお顔も拝見できなくなって気持ち…ん？おばあちゃん、女神なんて信じてるのかい？あー、ダメだ。そりゃダメだよ。最近の信仰のトレンドは犯罪神マジコンヌ様だよ。若いやつはみんなマジコンヌ様に乗り換えてんだから。そうなのかい。どうも私はそういうのに疎くてね。騙されたと思って信仰してみなよ。そうすりゃたちまち体も元気、心も元気。そうそう、ちょうどいいもん持ってんだよ。犯罪組織マジコンヌ金星、限定生産のとっておき邪神フィギュア。部屋に置いとけばたちまち運気上昇。悪霊も尻尾を巻いて逃げ出す優れもんだよ。はあ、でもなんだか怖い顔をしてるね。それがいいんだって。これくらいの方がインパクトあるだろう。そういうものかね。それによくはわからないけど、こういうものってだか本当は根があるんだけどね。こうして知り合ったのも何かの点。おばあちゃんには特別に。はい、そこまで。んだよ、いいとこなんだ、邪魔すん。てめえら、まったく、お年寄り相手にせこい商売してんじゃないわよ。うるせえ、資金集めは重要な仕事なんだよ。おばあさん、ダメですよ。あんな気持ちの悪いフィギュア買っちゃ。ちゃんと女神様を信じてください。おやおや、ひょっとして悪い人だったのかい？くそ、あと一歩だったのに。覚えてやがれ。あ、逃げるな。待て。いいのよ、逃がして。またしばらく尾行を続けるわよ。あ、待たせたな、ガキども。おせえよ、もう帰ろうかと思ってたんだぜ。まあまあ、そう怒んなよ。ちゃんと例のブツは持ってきたんだ。ほれ、見てみな。なんだよこれ、ただのマジコンじゃん。俺たちが持ってるのと同じだよな。なんだよ、すげえマジコンを持ってるって言ってたくせに。バカ、見た目に騙されんじゃねえよ。いいか、ここをこうやって操作すると、ほれ。
この画面。あ、すげえ。もしかしてセーブデータいじれんのか。セーブデータだけじゃねえぜ、ゲーム中のフラグだっていじり放題よ。こいつを使えば100時間かかる RPG だって5分で終わるぜ。すっげー、どこで売ってんのこれ。売ってねえんだな。これがこいつは犯罪組織マジコンヌに直接持って行って改造してもらわなきゃいけねえんだよ。だったら行くよ。うん、俺も改造してほしい。どこに行けばいいんだ。しょうがねえ、案内してやるか。ああ、ただし改造してもらうには親の名前と住所を書かなきゃいけねえんだが。こら、また子供を誘拐する気なの。お、また出てきやがった。こんな子供にまでマジコンを広めるなんて。うるせえ、子供のうちから教えといた方がダメな大人になりやすいんだよ。えい、今日は出直しだ。またな、ガキども。ああ、行っちゃった。なんだよ、改造してくれるんじゃねえのかよ。あなたたちもマジコンなんかに手出してんじゃないの。ちゃんと買ってズルしないで遊んだ方がゲームは面白いんだよ。はーい、ちゃ、つまんねえの。帰ろうぜ。あんまり反省してなかったですね。それだけモラルが低下してるってことでしょ。ほんと、早くなんとかしないとね。くっそ、邪魔ばっかしやがって。あいつらのせいで全然仕事がうまくいかねえ。いつまでもこんな土佐回りしてられねえんだ。そろそろでかい山当てねえと。あ、猫か。今気が立ってんだ。こっち来たら食っちまうぞ。だから食うんじゃねえって。確か昼のパンが食いかけて、お、あったあった。おっと待ちな、ただでくれてやるわけにはいかねえな。こいつを食いたきゃ犯罪神マジコンヌ様を信仰すること、どうだ。よし、取引成立だ。ほら食いな。新規信者様1名ご案内ってか。たく、猫なんて勧誘してもいいねっつーの。バカ、慌てて食うからむせんだよ。誰も取りゃしねえから、ゆっくり食え。信者が一人増えちゃったみたいですけど。まあ、あれくらい見逃してあげてもいいんじゃない。なかなかゲームキャラさんのところに行かないですね。あいつ何も知らないんじゃないの、下っ端だし。まあそう簡単に行くとは思ってなかったけど、失敗かしらね、この作戦は。ちょっと席を外してもいいでしょうか。え、どうしたの。あ、わかった、トイレだ。寒いもんね、ここ。我慢しないで早く行ってきなよ。大きい声で言わないでください。
間かかっちゃった。早く戻らないと。あれ？確かこの辺だったと思うんだけど、誰もいない。もしかして私、迷子になっちゃった？でもここプラネテューヌからすごく遠い。
ちゃんたちを助けて世界を救うためだもん。そうそう、ラステーションにも行ってきたんだよ。そこにはユニちゃんって子がいてね。本当はユニちゃんやロムちゃんとラムちゃんにも一緒に来てほしいんだけど。一緒に？でも大丈夫だよ。 IF さんにコンパさん、日本一さんもいるし、私たちだけでもちゃんとお姉ちゃんたちを助けてみせるから。ここにもないみたいだね。もうちょっと奥まで行ってみようか。絶対ここだと思うんだけど。なんでそんなに頑張ってくれるの？だってロムちゃん困ってたし放っておけないよ。でもネプギアちゃん、お姉ちゃんたちを助けるために旅してる。そうだね、あんまり寄り道してちゃダメだよね。でも目の前の困ってる人を無視して助けてもお姉ちゃんは喜んでくれないと思うんだ。きっと逆の立場ならお姉ちゃんもロムちゃんのこと助けたと思うし、だから私は。あったよ、ペンってこれのこと？私のペン。よかった、やっと見つかった。結構時間経っちゃったけど大丈夫？あ、ラムちゃん怒ってるかも。そっか、きっと心配してるよね。早く帰ってあげた方がいいよ。私もそろそろ。ああ、いけない、トイレ行くって言ってそのまんまだ。きっとみんな怒ってるよ。ごめんなさい、遅くなりました。遅くなりましたじゃない、トイレ行くのに何時間かかってんのよ。ねえねえ、急いだ方がいいんじゃないの？先を越されちゃうよ。そうね、お説教は後回しだわ。何か分かったんですか？ギアちゃんがいない間に下っ端さんに電話がかかってきたですよ。それでゲームキャラとかブロックダンジョンって言葉が聞こえてきて。きっと下っ端もそこに行ったんだよ。早くしないとゲームキャラ取られちゃうよ。そういうこと、トイレ行ってたからダメでしたなんてなったら最悪よ。はい。はあ、やっと帰ってきた。どこに行ってたの？ごめん、ペン探してたの、落としちゃったから。ペン？そうなんだ。もう言ってくれれば一緒に探したのに。一人じゃなかった、ネプギアちゃんも一緒。ネプギアちゃん？うん、困ってたら助けてくれた。すごく優しかった。何言ってるの？
あいつは敵よ。悪い女神なのよ。そんなことないと思う。え、どうしちゃったの？ああ、わかった。あいつに変なこと吹き込まれたのね。違う。じゃあどうして？意地悪なこと言うラムちゃん、やだ。あ、待って、ラムちゃん。ラムちゃんがあんなこと言うなんて。全部あいつが、あの悪い女神が悪いのよ。いた、ゲームキャラだよ。なんとか先回りできたみたいですね。あなた方は。突然すいません、お願いがあるんです。どうか私に力を貸してもらえませんか？あなたはネプチューン。お姉ちゃんのこと知ってるんですか？お姉ちゃん、なるほど、妹さんなのね。よく知っていますよ。私がここにいるのは彼女に頼まれたからなんですから。どういうこと？どうしてプラネテューヌの女神がルウィーのゲームキャラに頼み事なんて？ルウィーのゲームキャラはもはや存在しないのです。犯罪組織の手によりみんな消されてしまいましたから。じゃあ、あなたは？もともとプラネテューヌのもの。ネプチューヌに頼まれてこの地へとやってきました。ゲームキャラを失い大地の恵みを失ったルウィーを助けてほしいと。お姉ちゃんが。ですからあなたに力を貸すことはできません。あなたの姉との約束を破ることになってしまいますから。それともあなたは姉の願いを断ち切って私を連れ出すことを望みますか？それは、でもお姉ちゃんは今捕まってて、だからって、すみません、意地の悪い言い方をしてしまいましたね。理由はそれだけではないのです。私にはルウィーの教祖に託されたもう一つの使命もあります。使命？そんなこと言ってたわね。そのあなたがここを離れられない使命っていうのは一体何なの？それは。見つけた、見つけたぜ、ゲームキャラ。ついてきたの？わ、てめえら！なんでてめえらがここに？ふふん、下っ端が電話してたのを盗み聞きして先回りしてたのよ。きったねえ、それが正義の味方のすることか！人前で大声で話してたあんたがバカなのよ。私たちがいる以上ここのゲームキャラに手出しはさせないわよ。アメーよ、なんでこっちが遅れてきたと思う？それなりの準備をしてたからなんだよ。モンスターがたくさん。てめえらはそいつと遊んでな。その間にこっちはゆっくりと。まずいわね。さっさと片付けるわよ。はい。女の子には、ま、私に任せなさい。優しくしないとダメですよ。貫くは正義、砕くは待ってください。行くでーす。
私の番ね。天魔流星弾。ゲーム業界の戦場に吹く一陣の風とでも。終わった。ゲームキャラはいません。どこにもいないです。そりゃいねえよ。てめえらがグズグズしてるうちに片付けちまったからな。間に合わなかったの？これはゲームキャラが宿っていたディスク？ひどい、バラバラに割れちゃってる。あんた覚悟はできてるんでしょうね。今日という今日は許さないわよ。さて、そんな暇があるかね。ゲームキャラが消えたってことは蘇るぜ、あいつがよ。あいつ？そうよ、ゲームキャラによって次元の境界に封じられていた殺戮兵器、その名もキラーマシーン。使命ってのはこいつを封じること？来た来た、出てきたぜ。こいつが大量に蘇りゃルビーなんざあっという間に制圧だ。さあ行け、キラーマシーン。手始めに目障りなこいつらから片付けちまいな。来る？ねえ、ちょっと待ってろ。おい、キラーマシン、キラーマシンさん。封印されてる間に壊れちゃったですか？ふざけんな。ここまで盛り上げといてそんなオチがあるかよ。おい、動け、動きやがれ。アナログな起動方法ね。うるせえ、動きゃいいんだよ。私の屍を越えてみるです。でも殺さないでほしいです。ゲーム業界の平和は私が守る。行きます。準備 OK です。キックです。これが最大パワーです。もうヘトヘトです。効いてるのか全然わかりません。このまま戦ってても自利品ね。一度引くわよ。ルイの教祖なら対処法を知ってるかもしれない。でも簡単に逃げられるでしょうか？逃げんのかい？いいぜ、逃げろよ。敵に背中を向けて無様に逃げ回りな。どうせ遠からずてめえらはまとめてくたばるんだからな。うか、バカにするな。正義のヒーローは絶対逃げたりなんて安い挑発に乗ってんじゃないの。油断してくれてるんなら願ってもないわ。ほら、覚えてなさいよ。こん
ったら絶対。ええ、急いで教祖に知らせに行きましょう。あんなのが大量に復活したら大事だわ。そうですか、キラーマシンが。それで勝てないから逃げてきたの？情けないわね。してない？うん、大丈夫だよ。ありがとう。うん、ロムちゃん、こんなやつのこと心配しなくていいの。それで、あのキラーマシンってのは何なの？こっちの攻撃がまるで効かなかったけど。遥か昔、犯罪神が作り出したとされる殺戮兵器です。その戦闘力は今ルビーには数十体、あるいは数百体のキラーマシンが封じられていると言われています。あんなのが数百体、冗談にしても笑えないわね。ふん、何百体でも大丈夫よ。私とロムちゃんで全部やっつけちゃうから。頑張れ。頑張ってどうにかなればいいですけど。現実的ではないでしょうね。ですから私たちもゲームキャラの力を借りて封印を施していたのですが。バラバラにされちゃいました、ゲームキャラのディスク。ともかく何らかの方策を講じましょう。幸い犯罪組織もすぐに仕掛けてこようとはしていないようですし。それだけ入念に準備してるってことでもあるわよ。それでも猶予があることに変わりはありません。皆さんには街の警戒や情報の収集をお願いしてもよろしいでしょうか。いえ、気にしないでください。こんな状況ですし、私たちにできることでしたら何でも言ってください。ありがとうございます。今日のところは皆さんもお疲れでしょうし、町の方でゆっくり休息をとってください。さて、困ったわね。町の警戒って言っても今のとこ相手は動いてないし。それに実際キラーマシンが来たら私たちだけで町を守るのは難しいです。ゲームキャラも消されちゃいましたし、一体どうすれば。頭使うの苦手だよ。その割れちゃったディスク直したりできないの？接着剤とかでピターってさ。そんな簡単に直せるわけないでしょ。でも日本一さんの言う通り、ディスクを直す方法を探した方がいいかもしれません。封印の件だけじゃなくて、お姉ちゃんたちを助けるためにも協力してもらわないといけないですし。俺はそうだけど、そんな方法あるの？仮にあったとしても知ってる人が簡単に見つかるとも思えないし。直せるですね。こんな風にあっさり名乗り出てくれたら苦労しないんだけどね。名乗り出てますね。こっち向いてほしいですの。誰？あなた。ですの。はじめましてですの。あ、はい、はじめまして。本当にこのディスク直せるんですか？はいですの。それはズバリゲームキャラのディスクですの。だったら錬金術で何度か直したことがあるんですの。錬金術、聞いたことがあるです。確か素材同士を調合して新しいアイテムを作り出す方法ですよね。ですの。こう見えてガストは凄腕の錬金術師なんですの。
お願いします。このディスク直してください。落ち着くですの。このタイプを直すにはレアメタルとデータニウムという素材が必要ですの。わかりました。それはどこにあるんですか？この辺だと。そうですな、ルビー国際展示場とか世界中の迷宮あたりのモンスターが怪しいと思うですな。はい、それじゃあ早速。ちょっと見ず知らずの相手をあっさり簡単に信用するんじゃないの。本当に直せるかもわからないし、直せても後で大金とか請求されたらどうするのよ。ひどいことを言われたですの。確かにお金は大好きですけど、要求する時と場合はわきまえてるんですの。ほら、ガストさんもこう言ってますし。アイちゃん、あんまり人を疑うのは良くないですよ。まあ、じっとしてるよりマシかしらね。わかったわ、その材料を持ってくればいいのね。はいですの。それまでガストはここでお待ちしてるですの。あのモンスターでしょうか、ガストさんが言ってたの。さあね、倒してみればわかるでしょう。後に引いたりしないです。いいわ、相手してあげる。血がたぎるよ、体に流れる黒い魔族の血。貫くは正義、魔解消、開くはゴール。もっと早く、さらに早く。いかにも怪しいモンスターがいるよ。時間がありません、急いで倒しましょう。こいつ、今までのやつとは違うわ。貫くは正義、砕くは悪。行きます。なんでかです。準備 OK です。なんでかです。準備 OK です。業界の平和は私が守る。勝利をこの手に。 VX ストリーム。私たちがゲーム業界のヒーローよ。これでガストさんに言われた材料は揃いましたね。早く届けに行きましょう。ゲームキャラさん、治るといいですね。というか、治らなきゃ本気でまずいわよ。だいぶ時間使っちゃったし、いつまでも向こうがおとなしくしてるとは思えないし。よし、また一体復活っと。もう結構な数が揃ったんじゃねえかな。そろそろいいか。こんだけいりゃルビーも女神もまとめてぶっ潰してやれるぜ。
見せてもらうですの。よかった。それじゃあ早速お願いします。ちょっと待つですの。調合するにはここじゃ手狭ですの。どこかに広い場所はないですの？広い場所ですか？きょ、大丈夫じゃない。ゲームキャラが復活するなら教祖もいた方がいいでしょうし。くるかーくるかー。錬金術でディスクを修復ですか？そんな方法思いつきもしませんでした。バストさんが偶然通りかかって声をかけてくれたんです。もっともまだうまくいくかはわからないけどね。すごいすごい、本物の錬金術だわ。こないだ本で読んだんだよね、ラブちゃん。ワクワク。最後にこのディスクのかけらを入れれば完成ですな。ここは私は。本当にこんなことが、私がわかりますか？ルビーの教祖、これはどういうことですか？ガストさんが錬金術で直してくれたんです。このくらいお安い御用ですの。そうですか、ありがとうございます。しかし復活したとはいえ、私が一度消滅したということは。はい、キラーマシンの封印は解けてしまいました。急ぎ再度の封印を施さねばなりません。あなたを物のように扱って心苦しくはありますが。一刻を争う事態です。そのような気遣いは無用ですよ。ネプテューヌの妹、あなたに頼みがあります。私には敵と戦い倒す力はありません。一人では封印の場所までたどり着くこともできないでしょう。ずうずうしい願いとは承知ですが、同行してはもらえませんか？全然構いませんよ。そのくらいお安い御用です。ガストも一緒に行くですの。一緒にって、ガストさん、これから行くのはすごく危ないところなんですよ。わかってるですの。ガストはこれでも世界中を旅してるんですの。腕には自信があるですの。それに復活したとはいえ、ゲームキャラさんの力はまだ不完全ですの。調合した錬金術師としてきちんと見届ける義務がありますの。まあいいんじゃない、人手は大いに越したことないし。よろしくお願いしますね、ガストさん。こちらこそよろしくですの。もしよかったらノムちゃんとラムちゃんも来てくれないかな。私たちだけじゃちょっと心細いし。うん、私も。私たちは行かないわよ。え？私たちはルイの女神候補生なんだもん。だから町を守るためにここにいなくちゃいけないのね。でも。そっか、それなら仕方ないよね。そういうことだから、ほら向こうで二人で遊んでよ、ロムちゃん。待って、はあ、
ぱりまだまだ子供ですね。本当に申し訳ありません。この国の問題なのに他国のあなた方だけを生かせるなんて。気にしないでください。それじゃあ行ってきます。ロムちゃん、一緒にお絵かきしようよ。私また上手になったんだよ。お絵かきいいよ。じゃ、ラムちゃん、私ネプギアちゃんのとこに行きたい。ダメ、それは絶対にダメ。うん、なんで泣きそうになるの。泣かないで。ネプギアちゃん、ルビーのために頑張ってるのに私たちだけ遊べるの、やだ。そんなの、あいつが勝手にやってるだけじゃない。それに、お姉ちゃんのこと助けようとしてくれてる。何よ、ロムちゃんは私よりあいつの方が好きなの。ロムちゃんの方が好き。そうでしょ、そうでしょ。それじゃあ私とここで遊んでましょう。だからラムちゃんと一緒に行きたい。うん、お願いラムちゃん。48体目と。いくらでも蘇ってきやがるな。すっぱー。でも48じゃキリが悪いな。どうせならあと1体欲しい。ち、一度気になりだしたら仕方ねえな。もう一回奥まで行くか。おい、ついてきな。てめえはボディーガードなんだからよ。すごいことになってるね。いっぱいいるよ。一体でも苦労したのにあんな数なんて。封印を施すには最深部まで行く必要があります。どうにかここ。はいちゃん、何かいい作戦ないですか。全部倒すってのはとても無理ね。ガスト、こういう時に便利な道具とか作れないの。いきなり言われても無理ですの。情報にはそれなりの準備が必要なんですの。まあそうよね。この前のみたいに寝起きでぼーっとしてるならこっそり通り抜けられるんだけど。試してみるですか。ここでじっとしてても仕方ないですし。もし動き出したらやっつけちゃえばいいんだよ。ものすごく不安だけど他に方法もないわね。よし、行きましょう。動き出さないですね。このまま行けるでしょうか。目が覚めてるやつもいるみたいね。急いで通り抜けないと。残念ながらダメみたいですの。あ、目の前に。やっぱり作戦に無理があったんです。でもこうなったら戦うしかありません。私に任せなさい。ダメですよ。覚悟なさい、覚悟なさい。カオスイッチ、貫くは正義、砕くは悪。本気でいきます。ジャカン、ジャカン。これでもプラネタ
とか倒したけど、ほんとこいつらとは戦いの相性が最悪ね。侵入者警告警告。何の音ですか？まずいですの。他の奴らを起こしてるんですの。まずいわね。さすがにこの状況はシャレにならない。まったく見てられないわね。ロムちゃん、ラムちゃんも来てくれたの？援護する。早く封印を。でもいくらなんでも二人だけじゃ。ルビーの女神候補生を舐めないでよね。この程度の連中、束になっても敵じゃないんだから。ここは任せて。分かった、お願い。すぐに封印して戻ってくるから。なかなか次のが出てこねえな。もう打ち止めか。ちっ、待たされるのきれいなんだよ。ああ、もういい、やめたやめた。上の…そうはさせません。てめえら、なんでここに。上のキラーマシンはどうしたんだよ。ルビーの女神候補生が相手してるわ。ここで再度封印すれば全部おしまいよ。封印？なーにバカなこと言ってやがる。ゲームキャラはぶっ壊れちまっただろうが。封印できるってんならやってみろよ。ではそうさせてもらいます。ああ、せいぜい頑張んなって。おい、待て待て待て。なん、ガストが直したですの。何回壊したって無駄ですの。直したって、そんなのありかよ。そう、計画が狂いまくりじゃねえか。どうすれば。さあ、そこをどいて。邪魔するならやっつけるよ。おい、ハードブレーカー。こいつらの相手して時間を稼ぎな。その間に逃げ…じゃなくて、上の指示を仰いでくるからよ。承知した。時間を稼ごう。だが…倒してしまっても別に構わんのな。バカ野郎、負けフラグ立ててんじゃねえよ。かかってきなさい。私が相手をしてあげる。ゲーム業界の平和は私が守る。ワク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 。ビッグデーさん、ゲーム業界の平和は私が守る。はい、この剣で未来への道を切り開く。いいわ、相手してあげる。一戦クロスエッジ。私の番ですね。これでとどめです。これでもプラネティウムの女神候補生なんですよ。よし、やっつけた。あれ、逃げたみたいね。まあ今はあんなやつ放っておきましょう。キラーマシンの封印を。はい、それでは。ロムちゃん、大丈夫？平気。なんなのよこいつら、弱っちいくせに数だけ多くて。あ、ロムちゃん、あれ。行動不能、行動不能、機能緊急停止、活動継続不可。消えていく。やったんだ、エプギア。ふん、
時間かかりすぎよ。たかが封印するくらいで。終わったの？はい、すべてのキラーマシンは眠りにつきました。私がよかった、これで一安心ですね。ウィーの危機は救われました。あなたたちには感謝の言葉もありません。そんな当然のことをしたまでです。でもやっぱりここにいなくちゃいけないんですよね。私がここを離れては再びキラーマシンが復活してしまいますから。そうですよね、すみません、困らせるようなことを言って。思ったんだけど、ラステーションのゲームキャラみたいに小さく力を分けるとかできないの？そういった器用なことは私には。え？それは私がもう一人。今どうやったのですか？わかりません。私に聞かれても。どういうことなんですか？多分調合したてで存在が不安定になってるせいだと思うですの。これはなかなか興味深い現象ですの。つまり下っ端が壊してくれたおかげで分裂できたってわけ？そういうことになるですの。釈然としないけど結果オーライかしらね。あの分裂できたってことは。はい、これなら。何も問題はなくなりました。私はこの地にとどまり封印を維持します。では、私は彼女たちの力になりましょう。よろしくお願いします、もう一人の私。ちょっと、もう終わったんでしょ？早く帰りましょうよ。ネプギアちゃん、ありがとう。ロムちゃん、ラムちゃん、こっちこそありがとう。二人が助けてくれたおかげだよ。もうそんなのいいから早く帰るの。いっぱい動いたからお腹すいたの。まったく騒がしいわね。まあいいわ、きっと教祖も心配してるでしょうし。本当にありがとうございました。皆さんのおかげでルイは救われました。正義のヒーローとして当然のことをしたまでだよ。気にしないでください。私たちも目的のついででしたし、それにゲームキャラの力も借りられましたから。そう言っていただけると。そうね、もうこの国ですることはないし。ネプギアちゃん、行っちゃうの？でも、きっとすぐ会えるよ。だから、そんな顔しないで。むむむ、ロムちゃん、なんでそんなとびっきりの笑顔を。何も協力できず、申し訳ありませんでした。どうか、お気をつけて旅を続けてください。どこに行くんですか？順当に考えればリーンボックスよね。あそこには女神候補生はいないけど、ゲームキャラはいるだろうし。了解ですな。ガスト、まだいたの？ガーン、ひどいですの。邪魔者扱いされたですの。アイちゃん、そんな言い方したらダメです。かわいそうですよ。あ、いや、そういう意味じゃなくて。あなた、自分で直したゲームキャラを見届けるためについてきたんでしょ？もう一緒に来る理由ないんじゃない？ガストは皆さんに会う前、せっ
界中を旅して割れたディスコを直して回ってたですの。そうすることが少しでも世界を救うためになると思っていたですの。それは素晴らしい考えだと思うです。そうですね、ガストさんがいなかったらルミーは大変なことになってましたし。でもディスコを直すのは所詮対処療法ですの。世界を救うにはもっと根本の問題から解決しないとダメだと気づいたですの。だからガストは皆さんについていくことに決めたですの。決めたですのってそんな勝手に。まあまあいいじゃないですか、ガストちゃんがすごい人なのはよくわかってるですし。これで5人パーティーだね、戦隊ものが組めるよ。あ、もちろんレッドは私だからね。よろしくお願いしますね、ガストさん。こちらこそよろしくですの。まあ、特に断る理由もないか。あ、Nギアが鳴ってる。リンスンさんからだ。あ、はい、もしもし。もしもし、ネプギアさん、そちらの様子はいかがですか。ルミーのゲームキャラに協力してもらいました。これからリーンボックスへ向かうところです。まあ、ちょうどよかった。実は先ほどリーンボックスの教祖箱崎千佳さんからご連絡がありまして、何でも至急ネプギアさんに会いたいとのことでしたから。私に？どんな用なんでしょう。そこまでは伺っていません。ただだいぶ切羽詰まった様子でしたので、できれば急いで向かってあげてください。はい、わかりました。ということらしいんですけど。何かしらね、急ぎのようって、そうですね、リーンボックスってどうやって行くんですか。ラステーションから定期便が出てるです。それに乗ればあっという間に到着ですよ。次はリーンボックスかよ。だが、たまには休みの一つくらいよこしやがるってんだよ。失敗ばかりしてるのが悪いっちょ。クビにならないだけマシだと思うっちょね。それは我慢できら。でもな、何より気に食わねえの、次はてめえと同じ任務ってことだよ。お互い様っちょ。こっちだって下っ端みたいにガサツで色気のない女と組むのは勘弁っちょ。誰がガサツで色気がねえだ。あと、てめえまで下っ端って呼ぶんじゃねえ。うるさいっちょ、下っ端は下っ端でちょ。勘のネズミ野郎、言わせておけば。お、外の方から聞き覚えのある声が。あ、あれは愛しの天使コンパちゃん。あ、あれだよ、定期便、早く早く。待ってください、そんなに早く走れないです。ガストも肉体労働は苦手ですの。泣き言言わないの。あれに乗り遅れたら次の便明日までないのよ。頑張ってください、コンパさん、ガストさん。あー、行っちゃった。そんな、こんなに走ったのに全部無駄ですか。はあ、明日まで待つしかないわね。痛いタイムロスにならなきゃいいけど。ダッセ、ダサすぎるぜ。船に乗り遅れるなんてどこまで間抜けなんだよ。コンパちゃん、早く乗るっちゅ、一緒の船旅を楽しむっちゅ。下っ端さん、それにネズミさんも。あいつらもリーンボックスに。てめえらが来るまでせいぜいリーンボックスで好き勝手やらせてもらうぜ。ざまあみやがれ、コンパちゃん。
ありませんし。本当に痛いタイムロスになったわね。これだけ早く来ればさすがに乗り遅れはないですよね。眠いですの。早起きは苦手ですの。大丈夫ですか？元気の出るお注射ならありますけど。やめときなさい。ほら、船の時間調べに行くわよ。は？どういうことよ？定期便が全部欠航って。それが、昨夜リーンボックスに到着した最終便でトラブルがありまして、船は全損、復旧の見通しも立たないんですよ。きっとスタッパたちの仕業だよ。もうあいつら、どうにかならないですか？私たち急いでリーンボックスに行かないといけないんです。困ってるのは僕たちも同じなんですよ。そうだ、もしよければ一つ協力してもらえませんか？協力？はい、実はこちらのターミナルにも故障中の船が一艘ありまして、向こうが治るまでそれで代行しようという話が上がってるんです。ただどうしても足りない部品がありまして、それを手配していただけないかと。それを持ってくれば船代はタダにしてくれるですの？もちろん、それくらいのサービスはさせていただきますよ。決まりですの。急いで部品を集めるですの。勝手に決定しないでよ。でもまあ、他に方法もないか。必要な部品は怒り、砲、選手像の3つです。よろしくお願いします。部品、全部集めてきましたよ。おお、これは助かります。少々お待ちください。すぐに取り付けてきますので。お待たせしました。もういつでも出航できますよ。よかった、早速出発しましょう。そうね、向こうがまだまずいことになってないといいけど。